ちは、チキンパラダイスハワイの葵です。今日はハワイにいる外来種のカブトムシの紹介をちょっとしようと思います。ハワイは島で、それでここの島にしかいない生き物がたくさんいるので、あ、植物ももちろんたくさんあるので、外来種を入れないようにっていうのをすごく厳しく取り締まってます。なのでこうやって外来種が出るとものすごい大騒ぎになりますって言ってる割には山ほどいるんだけどハワイには、本土から離れているのでヘビはいないです。それでペットショップに自然にいっぱい逃げて増えちゃいそうなハムスターとか、そういう増える可能性が高い生き物もいないです。こちらココナッツ、英語発音でいいか、コケナッツライノサウルスビートルってちょっていう、ココナッツにつく外来種のカブトムシの一種です。角がすごくちっちゃいです。見えてるかな、かわいいね。で、外来種なので、ハワイにあるココナッツに穴を開けまくってとんでもないダメージを食らわせているので、駆除班が来て駆除をして回っているんですけど、全然間に合っておりません。なのでちょっと今日掘りに行ってみたんですけど、幼虫がわんさか出てきました。普通に幼虫はカブトムシの幼虫ですねって感じ。ほら、めっちゃ可愛い、ぷよぷよしてる。というわけで今日はこちらをニワトリにあげていきたいと思います。外来種なので本当は通報とかしないといけないんだけど、このファームがある周辺には本当に山ほどいるのでキリがないです。ニワトリに駆除を手伝っていただきましょう。私の幼虫をみんなにあげたいと思います。見たことない青いバケツだよ。なんだろうねそれ。蝶ちゃん持っていった。そして走る走る走る。なんか向こうでバラバラにされてるよ。ではどんどん配っていきましょう。でかすぎてビビってる？んなことある？虫マスターのバルーンもちょっとビビり気味。お、そなた掴んだ、掴んだぞ。アヒルがミントの顔がすごい。まさかのそなたが持って走っていった。大きすぎ。虫だよ、虫です。虫をどうぞ。うわ、ちょっと飛んできた。なんか知らないけど小さい子の方が勇敢ですね。すごい、とんでもない取り合いになってます。ちっちゃいおばちゃんにはでかいね。お、ナソコ取った取った取ったぞ取ったぞ。行け、行くんだ。あー、取られた。ナソコ元気になりすぎた。ほら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 、おお食べり食べり、元気になるよ。グリコ参戦、グリコ参戦。うわ、ナゾちゃんキレてる。
ちょっと一匹を食べるのに時間がかかりそうですね。外に放置しておいたバケツの方にホロホロ蝶が集まってます。なんか入ってるね。ホロホロ蝶なら食べるかな。ちょっと中くらいのを出してみよう。中くらいです。ほら、さすがホロホロ蝶は。あれ、取られた取られた取られた。逃げるルナ選手、逃げる逃げる。まさかのデカすぎるという謎の事態が発生しました。いつもは小さい少ないって言ってるのに。マロン、マロンびっくりだね。何それ、虫だよ。カブトムシの幼虫、ほらうまそうでしょ。ほら、おお。でかすぎ、さすがにこれはでかすぎ。お、持っていったぞ持っていったぞ。さすが、この辺生まれこの辺育ちのニワトリはリアクションが違うね。それが食べれるってよく分かってらっしゃる。あれかな、土臭いのかな。土の中に住んでるから。なんかチーコが盛り上がってるね、思ったより。見たことあるのかな。その口ならいけるはず。どんくさい。ちょっとニワトリにはでかいですね。楽しそうで何より。次回はもうちょっとちっちゃいの探しに行こう。